こんにちは、飛鳥塾の中山です。極意とは、意識を極めると書きます。意識を極めるとはどういうことなんでしょうか。通常我々は生活の中でほとんどの動作を無意識に行っています。ですから人はそれぞれが成長し育ってきた環境や条件によって無意識に体にインプットされたものが異なるために、行動パターンもそれぞれで異なるわけです。武道武術の修行では、この意識を変えるということが最大で重要なテーマになります。例えば通常はドアを開けたり閉めたり、物を取る、歩く、走るという生活の中での動作は何気なく体が覚えてしまった無意識の中で行われています。しかし意識を極めるべく、武術の訓練は日常この無意識で行っている何気ない行動さえもあえて意識に落とし込む修行をして修正していくのです。古来集大の要形を除き、この言葉のように我々は世に出ると同時に古来集大の要形、つまり間違った体の使い方や考え方の癖を身につけてしまっているのです。これらを強い意識を持ってコントロールできる体に改造していかなければならないのです。改造といっても肉体的に改造することとは違って、内面である意識を改造するのです。道場で肉体的トレーニングによって体を鍛えたり、ノウハウ的に技の稽古をするだけの練習は、ある一定のレベルまでで切り替えなければなりません。本気で武術を極めようとすれば、肉体的にではなく、このような徹底した意識の訓練が必須になります。肉体や技術を10年も20年も30年も鍛え訓練してきた方たちが、縁あってこれらの修行に入りますと、皆一様に今までの何十年もの間何をやってきたのだろうと、自分の過去の修行に疑問と衝撃を受けられます。武術の達人を志す方、スポーツまたは諸芸の一流を目指している方々、ご自身を変えたいと願っている方、いつまでも肉体を鍛えて体を強化して武道武術で生きていくことは到底難しいと感じている方がほとんどではないでしょうか。私もその一人でした。ぜひ内面の意識に目を向けてみてください。肉体の代わりに意識の訓練に着手してみてください。私はこの意識の修行法とのご縁によって真の武術に近づくことができたと思っています。ではあなたの夢が叶いますことを祈りつつ、ではまた。最後までありがとうございました。私たちはスポーツ上達や極意を伝承するために、古武道の体の使い方と体幹力のアップを含む意識や心の使い方を研究し指導しています。このような体幹力のアップや体の使い方、心と体を統一して使うための潜在意識の引き出し方など、達人力や健康力にご興味がありましたら、この動画の下部の URL をクリックして詳細をチェックしてみてください。ご一緒にご縁を育んでいけたらいいですね。チャンネル登録とあなたのご参加をお待ちしております。